フレアイバスのバス停。西越自動車時代に使用されていたものを、天用平戸フレアイバスは、長崎県平戸市によって運行されているコミュニティバスである。平戸市内では、昭和時代に西越自動車が中密な路線網を張り巡らせていたが、不採算路線を多く抱えていたこともあり、2002年4月より、これらの路線の廃止代替バスとして運行開始されたもので、 運行費については、平年によりその一部が補助金として交付されている。当初中部地区は大川陸運、南部地区はヨカロが受託運行していたが、2013年4月から2017年3月までの4年間の契約でヨカロが全線の運行を担当することになった。しかし、ヨカロは2014年11月7日を最後に、 経営不振を理由として、突如全路線を運休して撤退以降は貸し切りバスや公用車を使用して運行を維持した。2020年10月現在では、道路運送法第78条79条による白ナンバーバスとして運行している。平戸島内に路線があり、大きく中部地区と南部地区に分かれる。また、2020年10月1日から西越バスの 平戸島内南端部を運行する路線の大部分を引き継いでいる。2020年10月1日より定時運行とデマンド運用を併用した運行方式に改められている。全便日祝日運休。運行は有限会社系ラインが受託している。深川線、田崎、上取り、放棄線、半量線、ギガ、津、大河原巡環線運行は、 月地地区町づくり協議会によって行われている。中部地区同様に定時運行路線とデマンド運行が併用される。津み全月地線2020年10月1日より、西小江自動車の平戸高校マイナスグルの裏間の実質的な撤退を受けて運行を開始した。中部地区、南部地区の路線とは異なり、全便が定時運行となる。 また運休日は1月1日のみとなっている。春日線、早福選定、季助線1乗車200円均一である。デマンド便を利用する場合は片道300円、往復500円となる。ヨカロ撤退直前の時点では、大阪市 AA バスで赤バスとして使用されていた、オムニノーバマルチライダーと、日産、シビリアン、イスズジャーニーなどを使用していた。 自家用自動車の優勝運行開始後は、日産、NV350 キャラバンや三菱不装、ローザなどを使用している。平戸市、ふれあいバス運行路線かつ、補助対象区間、よかろ運行の地域バス休止平戸市中南部、市が、代替輸送、長崎県西日本新聞経済電子版2014年11月8日、平戸市、ふれあいバスの運行について、 平戸市オフィシャルウェブサイト2014年11月11日。なお、デマンド運行を利用できるのは事前に利用登録した平戸市民のみとなっている。広報平戸2014年1月号23ページ。ありがとうございます。